年前に見つけたそうです。旧理事長曰く、鶴喰菜は夏の渡り鳥のため、理論上は台湾で繁殖する可能性もあるとのこと。しかし鶴喰菜は臆病な性格で、ちょっと風が吹いただけでも隠れてしまうそうなんです。なのでいつも草むらに隠れていて、観察が難しいということです。ただ鶴喰菜と昔の台湾ではよく観察されていたということです。主に湿地や水田で種や新芽、水生昆虫などを食べて暮らしていたそうです。でも後々農薬の使用や生息地の破壊などによって珍しい存在となってしまいました。旧理事長は、鶴喰菜が台湾に生息して繁殖できるように農家に対し農薬の使用を控えてほしいと話しています。さてもう一つ、台湾で最近観察された珍しい生物はクラゲです。孫茂水母、お坊さん僧侶の僧、かぶる帽子の王